はい、本日は前回のローパスフィルターの続きで、えー、本日からは、えー、カットオフ周波数について説明していきますこれは別名ですねハイカット周波数って呼んだりローパス周波数って呼んだりしますでですねこのローパス周波数とかハイカット周波数もしくはカットオフ周波数と呼ばれるものはどういったものかといいますと ゲインが、えー、ルート2分の1になる周波数であってマイナス3デシベルで、えー、まあもともとの入力の0.7倍になる周波数と考えてくださいこれがカト、えーフ周波数と言われるものですこれを図にして表してみましたここを見ていただくと分かるんですがあのー、0デシベルのところから えー、マイナス3デシベルまで下がるのは大体0.7倍の電圧ですねの変化が起きますでこのマイナス3デシベルというものはですね、まあ、デシベル表記で、まあ、増幅率ともいいんですが、えー、20ログ V イン このように示すことができてこれが大体ですね3デシベルになるような値ですねを言いますでここでですねまあ時定数が出てくるんですがさっきの言ったこの回路ですね R とコンデンサで示されたこのローパスフィルターというものはですね 時定数というものが、えー、存在していてこれが、えー、出力電圧が入力電圧の約37%まで、えー、低下する時間ですねまあ抵抗の場合ですけどでここだと、まあ、この増幅率で言うとですね0.7倍になるんですがこのようにですね時定数の時間まで来るとこのように下がってきますでこの カットするるこここの周波数がここになるというわけですでこの周波数よりも手前の場合ここですねここだったら入力電圧のほぼほぼまあ短くても0.7倍までですねの間のえ入力電圧は通してくれる。 これに対して、えー、この周波数、えー、カットオフ周波数よりも先の、えー、ものに関してはじゃあ入力電圧に対してどれぐらい出てるかというともう全然出力が低いですね。こういった、えー、入力電圧よりも出力電圧の方が下がる状況ですね。お え見てですねこっちが通過するこっちがえ遮断する領域と考えていただけますでこの境目これをカットオフ周波数と言われるえものでですねこれをえ計算式で求め出すこともできますでその計算式が 2π、えー、時定数分の1となっておりますこれ2 π かける時定数分の1ですねで、えー 以前、前回の動画で見ていただくと分かるんですが、こちらのローパスフィルターの回路ですね、抵抗とコンデンサーでできているんですが、これそれぞれですね、計算して時定数を求めることでですね、時定数が0.15ミリセックであることが分かっております。この0.15ミリセックを 2π にかけるとですね、たい1000 61.5ヘルツになることが分かっております。まあ大体1000ヘルツですね。ではカットオフ周波数は大体1000ヘルツということが分かりました。これつまりどういうことかというと、えー、ヘルツ、つまり周波数というのは1秒間にですね何回繰り返すかということを示していますので今回1000ヘルツですので1秒間に1000回の繰り返し周期つまりこの 360度回るのが一周期だとしたらこれ周波数これが1000回1秒間にダーッと起こるわけですねじゃあこの1回くるっと回るのにこの周波数において必要なのはどれくらいかなと思うと F イコール周期分の1で調べ目とめることができますので大体、えー、いいですね1000分の1つまり1ック この一周期にかかるのは 1ms なんですよ。これを1000回やってて 1000Hz となるわけです。つまりですね、えー、この今回えこのカットオフ周波数を求めた大元の回路がですね、このローパスフィルターと言われるものの中でも MD 回路と呼ばれる人の生体を模擬した回路なんですね。 そしてそれは 10kΩ の抵抗と0.015マイクロファラッドのコンデンサで示すことができます。で、えー、今回はカットオフ周波数が、えー、1000Hz、つまり 1kHz であることが分かりました。つまりこの回路において、えー、カットオフ周波数はここですね、1000Hz なわけです。 ま 1kHz でもいいです。でですね、1kHz までは、まあ、このような特性でですね、えー、コンデンサの特性でですね、えー、周波数が低い分ですね、ほとんどコンデンサの方に電圧がかかって電圧を通してくれる。ただ、えー、1kHz を超えるとですね、コンデンサの抵抗値はどん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 下がっていきます、ここの抵抗値は。つまり抵抗が低くなって、でも、 R の方つまり抵抗は、えー、抵抗抗はは値ほとんど変わらないですこっちがコンデンサが周波数が高くなるにつれて抵抗値が低くなるのに対して、えー、R 抵抗は変わらないのでどん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 、えー、抵抗値が高いところに電圧が流れる作用、えー、がありますから周波数が高いと流れる抵抗流れる値は大きくなって。 こっっちち流れるのはちょっとなわけつまりその境目が 1000Hz ですそれがまあ例えばこことかもうどん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 , <laughs> だったらどん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 感電しにくくなるそういった回路をこのローパスフィルターは持っておりますつまりローパス周波数の低い領域だけ流すそういった <laughs> 特徴を持っているのがこのローパスフィルターです。そして人間の体も同じでですね、1kHz を境にですね、どん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 周波数による抵抗性が人間は生まれております。<laughs> やはり人間の体というのは、どん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 周波数が高ければ高くなるほど関連しにくくなるんですね。それを示したのがこのローパスフィルターで示せるこの <laughs> MD 回路と呼ばれるものです。 でですのでその中で重要なポイントはまあ、今日のポイントですねまあ、今回は加藤周波数を念頭に置いて説明しましたが、えー、この周波数だけではなくてですねこの時定数 いや人の体を模擬するためにですね、まあ、1kHz 以上だと感電しにくいといった人の特徴があってそれはこの回路が示しているとえ覚えていただければと思いますこの、えー、ローパスフィルターの概念時定数および過渡周波数の概念は他の電気電子でも結構応用が効くもの基礎的なものなのでえぜひ覚えていただければと思います以上です